れるね、これ。疲れてます。いやいやいや、まあまあまあ、まだ87だ。はい。はっ、やめてください。あぶれ。クリスマスやぞ。まあ何かしら企画的なのはやりたいなって思ってたんですけど、何も思いつかなくて、もうだったらスマブラしようかっつって一旦してたら思いつくんじゃないかなと。確かにね、考えよう。何もなしでいけるほどパチする曲甘くない。じゃあはい、はい、もうあの、あんた目とろけてきたんで帰ってください。じゃあまた明日。はいはい、はい、じゃあいい動画にしましょう。もう早く行ってください。おはよう。見た？マスコットクリスマスツリーみたいなやったクリスマスやからほな行こうか、抽選メリークリスマース。あ、めっちゃコメントしにくい。どうしたらいい？ちょっと、おー、すいません、バルブレイバー、あ、無理やな。ちょっと自分へのあれとしてゴブリンいっちゃっていいっすか？ちょっとやばい、怒られる。もういいやろ、ゴブリン行きます。で、ちなみに今4台ぐらいあったんやけど、こいつだけね、多分ね、前日引いてないの。前日ってか2日間の履歴の中で、あ、違うわ、間違えた。あ、まあまあええか、別にどれでもいいんやけど。あ、これ回ってへんだけやった。どうも、磯丸です。今年も新ミッションが始動しました。今回は個人ミッション。新ミッションのルールはこちら。4つの中から1つでもクリアできれば罰ゲーム回避。失敗した人が集まって隣駅で罰ゲーム。罰ゲーム受けるつもりはないよ。成り上がり。はい、というわけで、封印されちもののゴブリン行きたいなというふうに思います。もうやっぱ散々怒られてね、もう磯丸ゴブリン打つことないやろって、皆さん思ってたと思います。僕も思ってないんですけど、ちょうどゴブリンの番号やったんでまあ行きましょうか。磯丸レバーオン。はいはい前もなんか一応入れたは入れたな。前回のゴブリンもアルティメットループは入れたは入れた気がする。さあ、初レアエコはなんだ？ジャクチェ。えい。皆さん覚えてるかな、ゴブリン。もうあまりにも磯さん打ってる強チェリー、履歴代強チェ、チャンスゾーンあざす。簡単やな。やっぱ自分へのクリスマスプレゼント、これね、何なのかなってやっぱ考えたときに、やっぱりね、コンプリートやと思うよ。それが一番サンタさんからの俺は嬉しいプレゼント。2番目に万枚な。で、この台で俺万枚出してないのよ、まだ。こんなに打ってんのに、こんなに好きやのに、今日しかないでしょもうこれ。まあまあまあ、いつものね、3割ぐらいの期待度。いきましょう。この最中は、第一停止プチュンかレバーオンプチュンしかなくなりますね。さあ、リプレイ1回目。まあリプレイで当てるの結構きついからな。もうこうなったらレアク引きたいよな。全然無理なんですけど、全然無理なんですけど。あー、リプレイ引いた。あ、これ熱いやつやん。これ熱いぞ。これ取ったぞ多分。最速無限ラッシュやぞこれ。よいしょ。全然あかんわ。何する。あ、でも黒羽出てるんで。あ、でも大量じゃなかったね今。チャンスゾーン外した後とかね、見逃しがちなんやけど、これ羽出やんかったら5、6とかあるんでね。さあ100のところ、ここ前世って共通なんですけどね、だいぶ厳しそうですね。残念。うん、分からん。まあ好きな理由は主にこのどこから打っても感な話なんやけど、それは設定的な意味で6じゃなくても勝てるやん、わかる。上位入っちゃえば、入った後一緒やん、ずっと 80% で。それが俺この台好きな理由。別に通常時のゲーム性がどうこうとかは、まあ別に普通。例えばバルブレイブとかってめっちゃおもろいけど、やっぱりどうしても高設定の方がドライブ来るし、伸ばせるきっかけは多いや。こいつはもう延々に 80% で500枚やからさ、なんかそれがなんかまあやれる感あるかなって感じ。
なんだろうな、例えばベンデッタとかでもプレミアムベンデッタのあのループ 50% のやつが、まあ、コーセットの方が若干ループしやすいとか、まあ、言われてたりだとか、だから引きが求められるからさ。分かった、あ、思ったより長い開始期とびっくりしたな。そんなつもりで聞いたんちゃうのにな。でこれ1周決めね、ただこれチャンスゾーン後の1周決めなので普通に引く3回目よりかは期待度は低いですけど、あと俺リールロック好きなよ、この台の画面ふわーって暗くなるよくある演出からちょっと長くてみたいな、なんかリールロックおもろい台は俺結構好きやわ、高画期の台とかね。あかんのかいこれ、チャンスゾーンあかんのはおるんかい、当てたいっすね。これは何も引かなそうな雰囲気があるね、危ねえ。さあ継続ですね、これはあと1回、まあちょっとダセー当て方になるかもしれんけど、ゴブリンと対峙してるだけで当たるってことやからな。これちゃんめー、ちゃんめはさありやったっけ、これランプアップしてないんでもらったんちゃいます、リプレイ引くけどランクアップするんや、からの畳みかけ強チェ、弱チェ行ってこい、クイーン、何それ、チャンス目 12.5% 取れや、何これ持ってる、いやこれ持ってるやん、なんか履歴にスイカかなんか引いてないけど、これ持ってます。さあというわけで269速攻、またまたこれでもラストチャンスぐらいに持ってた方がいいな、全部ミッションや、30ノーチャンスアップ、いやもうこれ無理なんですけど。さあというわけで2枚目でございますね、行きましょう、300のところやわ。さあ行きましょう、これもう、ま、マジラストチャンスやぞ、4回目行きましょう、取ってればおかしくねえ、強えじゃん、無理じゃんこれ、おはてんじゃん、おはてんじゃんこれ、うわ兆候おるやん、街にあふれるケーキ売りにサンタっつって、月面石知ってる、よし、とりあえず3割よし、弱チェ兆候めちゃめちゃ強いなこれね、スイカ大大大チャンス、強チェ、これ履歴に強チェなんでどっちにしろチャンスゾーン、ああいました、どれの分で出てきてるのかちょっと明確には分かんないんですけど、まあ全長の長さ的には弱、あかんわほんま何やってんねん、まあでももう一個強調の分が、履歴に強調の分が出てくると思うんやけど、それが今のやったらもうお手上げやな、500の全長のところですね、これ、ま、もうガチのラストチャンス、これ逃すとマジでやべえから、いけ、いや OKOKOK これ大丈夫や、500のゾーンで洞窟経由はもうさすがに大丈夫でしょう、今日大丈夫や言うたやつ全部外れてるからなんかあれやだけど。さあスイカさんかぶってるー、ミッションかな、ちょっと俺マジミッションやれる気せえへんから、せめてバトルがいいんやけど、こっちが発動してるやん。行きましょうミッションな、 OK 分かった、5回目ちゃうかこれ、6回目5回目、もうでもここ逃したらほんまにやばい、行くぞ、もう無理、もう一応切り裂いてがあるんでね、ないです、はい、ありがとうございました、天井やんこれ、もうゾーンないもん、ゾーンない、スイカも殴ったし、何も残ってない、いやもう破天かこれ、何なんで、あこれスイカの分や、スイカさんの分取ってられる、でかいでかいでかい、また続いてこれもってたら、ほんとにこれマジここしかないです、もうじゃあ本当にもう俺知ってるんでこうやってまうとやばいっす、これ最高、もうこんなんこっちやん、もうこの2択で、あっつあっつ、いやもうあの抽選は一緒っすね、変わらない、子役を引くことがめちゃくちゃ大事になります、ただ左の期待力がめちゃめちゃ上がってます、ナビしてくれ、金タイトルは出ないと、レア確定ね、行こう、 OK、 とりあえずこれで 25% よ、 OK ナイス、25%完成、いやーでかい、ただポンポンポン、いやいいね、さあそしてこれまだ現段階で継続率の振りは決まってないですからね、揃えた時に決まります、さあ大ボケ中、久しぶりやなこれ、さあこのレバーで、決まりましたね、継続率の振り分け、そして切り裂くかどうかっていうやつもね、いきます、
一応全敗ボイス。はい、まあまあまあ五分継続率でしょう。行きましょう。この辺りが俺のクリスマスプレゼントになると祈って、行きましょう。俺の予想言っていい？多分 30% でジャッジメント。まああとまずレイアークをセットすることが大事です。いやあっちじゃん。まあベル、あ継続、ロッキーあもうおかしいからねこれがね。うわ嬉しい 32% ナイス。これできるのがいいよな。ただ2度も3度もできるわけじゃないから、ここの連撃で伸ばすしかないっす。いきましょう。まあ、0.4% の振り分けあるんですけどね、はい、ちょっと今日ベルレンが下手くそやけど、ここしっかり貯めていきたいね。目標は 25%、 なかなかむずいけど、うわー終わってるやん。 10% はやばいけど、これ月下スタート、マジっすか。これは助かってるな。あー違うなこれ、今薄いやつ200何分の1のやつ引いたな。まあ、月下スタートかもとかも継続率良くないと出てこないんでしゃあないです。さあ 41% か、ちょうどいいな。行きましょう。さあ大丈夫よ、ここ超えたらめちゃめちゃ熱いからね。行こう。大丈夫、見逃すな、見逃すなよ。いや今のあってもよかったやろ、ワンチャン。リプレイやめて、リプレイか。これはいやーそうね、あもう全然無理やわ、復活あーもうないわ。だけど一応チャンスではあるね。これスイカ引いてんのかい最後の最後に648枚でございます。一応ワンチャン戻せるかもしれへん。きた、熱っ。ただ引き戻しの、いやでもこの早すぎるから引き戻しはないか。今日俺さ、この台打って俺ゴップのこと忘れてたわ。あったよなゴップがな。いやちまんまもうこの時点でチャンス損じゃ残らないんやけど、そんなものよりも本日一発目7引きましょう。いきます。いやあ熱いやろこれ、逆に普通やったらチェリーとか、え、だチェリーはさ白の吸い込まないよな、だってこの状況やもんね。いったわこれ、いきます。これがクリスマスよ。どれあるすいません、いや AT 中がよかったけどな、よく書いちゃいかんよな。いやもうほぼ一角やったよな、だってあの状況でさこの白蹴ってんのがめっちゃ熱い。このベッドや、いきます。8分の1ですよ、バイブがあるかどうかアルティメット行っちゃってもいいぞ。俺は寝て起きて枕元にプレゼントあるのが嬉しいな、でも今日はなかった、なんでねえんだっつ、ここにプレゼントがあるから行きます。ないです、すいません、ありがとうございます、よろしくお願いします。一応引き継いでるけど1回目やからねこれはね。悪いけど今日の動画、まあ尺見てもらったら分かると思う、そんな長くねえと思う、この一撃でドカンといくからさ。けどこれ引くだけやと思う、皆さんご存知全然伸びない、ここからですよ、もう一波二波起こさないとダメです。いやここで1回はボーナス引いときたかったけどね、まあ残念ながら引けなかったので、まあ2セット目から気持ちいいよな、ボーボービー最高。もうここで昇格はね、履歴参加強制しかないからで、さあいきます。ライト15%、 まあ 15%、 20% 以下同じ、あーいや下手やなー、まあ、15%ね、いいよ、いいいい、強チェジャックか、いや全然 OK 全然 OK、 ナイス結果、これはいったやろさすがに、パパパーン素晴らしい結果中がね楽しいのよね。さあ 46% やけど、おそらくストックあると思うんでここは気楽に行きましょう。さあここでやられるのよ、やられて最後にここで誰もいなくて復活する。お前ちょっと大丈夫かこれ、おい、あいやびっくりした怖っさあまずここは
まあ一応強調ワンチャンあるだな。え、スイカ引いてるよ。けどスイカじゃ上がってくんないのよこれ。ワンチャン大連撃。あーでかすぎるわ。いきます。さあスイカで一応昇格して大連撃に上がりましたね。あ、だいぶ切れそう。だいぶやばいっす。あの月刊スタートしてるからまあいいでしょ。いやまずここロードを来てくれるかどうかよ。ロード来た時点で 50% で 80% ループやからね。これ何パーで上げようか。いいよ。まあまずはロード、ロードよ、ロードの煽り。来た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 。これの成功するかどうかですよ。まあ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 、ようやく1回目でしたね。何このステップアップ、えぐ。え、これさ引いてない。でも2で止まりやがったな。強者か。じゃあ青狙いますね。スイカ、そんなことある、そんなことある。スイカか、スイカやな。これ何かを取ってるってことか。いやまだいくな。あーこれさ、え、ボナってんの、そんなことないよな。うわなんか、え、リプレー大連撃取ってるわ。恐ろしいな。さあ 10%20%30%40%、 悪くね。 50%、 なんで最後だけ。いや待って、レア食いてる。ナイスナイスすぎる。これで 90% になった今。あと1回いきますね。ベル、オッケー。あ、デンジャーから出てるっす。こんなんあんねや。デンジャーから、え、なにこれ。 100% 止まったん。あ、違う、 100% になりましたってことか。いやもうやりたい俺マジで。ゴブリンのまんまで出したいっす。ワクレインボーじゃんっつって。ついにゴブリンでワクレインボーじゃんっつって。弱チェ、これも熱なるからね。あるやん、めっちゃ熱い。スイカ、じゃあ強者やったらもうやばい。ボーナス、うんめえなこれ。あー、もうゴップが、よいしょ、ナイス。残り2ゲームでなんとかボーナス。さあそしてここから180分の1やった気がするんやけど、183分の1やったけど、まあそれぐらいのカットインを揃えてストックしたら5セットまで濃厚なのかな。プラス裏ストックももしかしたらもうちょっとあるかもしれないんで、どうなっちまうんだいと。もちろんレア役でのストックもいいよ。おい待って、熱っ熱っ熱っ、何それ。いや、え、スイカ一発で取ってるやろこれ。やばいやばいやばい、取ってないんかい、何それ。いや何これ、え、取ってんの、何なんこれ。マジでわけわからんけどしてるけど、そんな前兆なんかなることある、なかったらやばいけどなこれ。いやあるわ、やばすぎマジで。さあカットインは一度も出なかったですけど、すごい価値のあるボーナスでしたね10ゲームね、はい、さあ行こう。さあ継続のこのですね、オブゴブリン行きましょう。この後の報酬の画面やな。もちろん強者でもいい。行きましょう。 10% でアルティメット行きます。ややくナビなし、ややくはない。ガシガシワンチャンスアルティメット、全然連撃。そこ100万するわ。 OK、 気持ちいい。この後のレバー音かな。まあここでもちろん取ってもいいんやけど、 0.4 パワートルズと行きましょう。終わるー、喋ってる場合じゃん、ここマジ集中やから、ここ行きましょう。おい来いよ、混ぜて5セット目ゴブリンロード持ってこい。ロア終わり際に残り12ゲーム第1、あーこれは厳しいか。プチュンや、大丈夫大丈夫大丈夫。いやストックあるパターンでもちろん嬉しいけどな。止まれ、いや回んなよ。いやまだこう分からん、ストックある可能性あります。いきます。これはね明確な示唆じゃないですね。
押せるしな、ボタンも2145枚、2159枚か。いやーまあいやそうなような油断したかな。いやーこれは厳しいわ。リロック、いやビュンビュンビュン弱かい。いやつー、これさせたらでかいな。あつー、終わるときめっちゃ虚しいからな。いいじゃない、さすがに5割からの、これ調校中やったらもうもろてるんやけどね、まだ続いてくれてたら。さあ暑いね、どっちにしろここめちゃめちゃ暑いから、多分これ発動ってなってまうと思うけどね。まあまあまあ、あるはあるやろな。さあ行きましょう、発動なるよな、青なんよな。さあリプレイ引いてもうたんで決めるしかないよ、もうなんとかする。いやー弱か、いったな、よいしょ、勝ち確です。一撃で十分だ、これがめっちゃ大事なんやな。おお、ダメ押しすげえなおい、ダメ押しすげえなおい、キーン、ナイス。まあそこそこ早い、273ならめちゃめちゃ早いっす。これセット継続してもおかしくないな。ナイス、正解正解、失敗や。俺がゴブリンスレイヤーだ、さあ行こう、ゴブリン退治ですね。まあ行きましょう、まあ、だいぶ早かったんで行きます。あ、来た、あ、マジかよマジかよマジかよ、これ俺サンタさんいるじゃん。70分の1引っ張った、えっ、これ人生3回目です、これエクストラブス。ちょっとマジか、俺あんたのカメラの時2回目やろ、1回でも俺らこれ引いてんのにボツになったよな動画。何があったあれ。まあ正規ルートではなかったけれども、順蔵5枚スタートやからね、これこれよこれ、スイカ、弱チェな、弱チェだけやと弱いんやけど、このここから3ゲームの間にレアコを引けるかどうか。引いた時点で 50%、 あっち並みなし、熱い。リプレイやめて、スイカちゃんこれ7枚ぶりか、外れかい。 50% でボーナスです、熱すぎる、強めの S。 いや大丈夫か、ここ告知あるとしたらここです、いけ。いやーマジかよ、行きましょう、ロードね、よろしくお願いします。ここ俺ストックあると思います、行きます。でも揺らすな、早めがいいぞ、わざわざ怖い思いする必要ない。大丈夫やぞ、いやマジで言ってる、結構でも後半まで追い込まれるんで、ちょ集中しろマジで、ラック行きます、固まっていい、よし、オッケー、危ねえ、怖え怖え、まあ多分あった気はするけどね、ストック。さあ行きます、ブイ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 、やっぱもうジャッジメント怖いわ、ちょっとゴブリンロードまず20回ポコポコにするわ、行きます、ほいよロード倒したるわ、レーク一応レーク、よしでかい、もう重みが違う、もうこれ、ここからはこの台のコンセプト、出す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 出し続ける、リプレイだ、いやチェリー、あっつすぎー、あーこれもボーナスですね、もう履歴2のボーナ、まあ、スイカでも弱チェでも何でもありえるですこれは。まあでもボーナスはもうもろてます、今日チェリー引いてるもんな、すげえことになってるこれ、よいしょー、おめでとう、ナイス、それはね、ゴップの消化の10ゲーム、100ゲームの間でゴップ引けってこと、まあ、ゴッドインゴッドの勢いってことか、これこれ、ただまあ緑なんよな、
青がないからね。いやー30 10です。いきましょう。さあ1500枚オーバー。さあ来るぞ。ストックない状況での継続バトル。 80% 勝負やってこい。いやー、あー悪くねー。あちょっと待って、これ薄汚いゴブリンにすぎん。リプレイ濃厚。おいしい、早いのが助かんだって。ゴブリンはレアエコーは7メベルなんでね、もうあの出目で一角です。速攻決めていいぞ、速攻決めていい。 OK、 ナイス。ファミレスの端っこでやろうかな。 80% の確率で1万円もらえますっていうビジネスがあるんだとしたらどうです。あ、持ち玉4000枚超えてました。先生、自分アルティメットループ中にコップ引きです。俺もテンポよくさ、ジャッジメントをどん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 消化できたらいいんやけど、どうしてもやっぱそれやと後悔してしまいそうやからできへんね。一応境地や。大丈夫、 OK、 当たり。いやー嬉しい今のね。いやー怖い、今なんかめっちゃ怖かったわこの継続。やっぱやばいなーこれ、本当に最強やもんな、こうなったら。よし、一応レアエコも引く。いきます、上がってこい。かわいいゴブリン出てこい。レアエコ焦るな、大丈夫やぞ、大丈夫やぞ。レアエコやばいかもし…いや、大丈夫、最後まで分からんぞ。まだ終わるには早い。いきます、いける、来い、固まれ。いや回るなよ。さあ持ち玉5000枚突破してますわ。すげえ勝ってっけど、俺が目指してるここじゃねえから。ちょい勝ち、ちょっと多めに勝ったとかそういうのを目指してるわけじゃない。これを一歩一歩積み重ねていく。いきましょう。よーけ、下腹どっか行った、どっか行ったってどういうことやねんな。ちゃんとやっぱね、1回目の AD と2回目の AD でも順増の差が出てるわ。こうなってるもんわかる。ちなみに俺がジャッジメント中にやってるレバー音っていうのは、頭の中に100分の80をイメージするのよ。で、それをレバーにぶつけてんの、わかる。わぁ、なにそのパターン。いや、こいつ頼む、固まれ。いや、よし、でかい。クリスマスに卒業式、それもまたええやんな。速攻倒します。まずレアク、いやーリプレイやめろ。まあリプレイか、強調でいけばいい。大丈夫、いける、自信あるレバー叩いたんで大丈夫です。リプー、リプ3行こう。いきます、絶対取ってる、大丈夫、来い、回るな。うあー山上がろうかな、復活。よーよーよー、あっぷにー、胃が持たん、穴が開きそうだ。持ち玉的には8000枚オーバーでございますね。これ残ってないからね、新しく引いたり。これ強調や、完璧、決めろ。いやもう熱すぎる。スイカね、一応これ履歴に強制、履歴に、スイカです。 50% の女性2回受けてます。もろてるで、天地がひっくり返ってもボーナスです。ここよし、行きましょう。強制リア限界来てんのか、大丈夫、絶対いけるぞ、まんまい、いける、大丈夫。リプレイやめろ、よし。あーいける、怖いっす、もう俺もう怖いっす、目の前がふわふわしてるわ。先生、下バネどっか行ったっす。先生、スイカこれボーナスっす。じゃあそろそろストックが欲しい頃ですね。今月マジでやばい、死ぬん俺。行こう、いやーごめん、追い込むな、まだ終わるには早いぞマジで。強制
胃が痛い。もう行きましょう。頭痛い。行きます。来い。よし、もう怖い。ここまで追い込まれんな。本当にこうめっちゃ手しびれてるわ今。本当に冗談じゃなく倒れそうになるから、最悪ちょっと横とかにグワーなったら支えてな。この症状ちなみに初めて出たのは、俺は覚えてるのは名古屋のワンポーカー、カイジのパチンコでワンポーカーのリーチ行った時に、そこで線が外れたんやな、ポンって。そっからやな俺ゆるゆるになったのは。こんなこと言いたくないけど、あのカイジのセンス。さあ15セット前かけた。持ち玉一応まんまをかけた。ジャッジメントやな。自信持って、無理やったとしても強チェリー、俺には強チェがある。ゴブリンロード倒そう。いきます。早めに決めていいぞ。大丈夫や。うわ今の長さエッチだな。いいぞ、惜しい。今のはノーチャンス。まだ逃げまんだろ強チェ。引いてもいいぞ。いけるやろ。もうこれ以上俺を追い込むな。いきます。強チェ回るな。くそ、ああもう誰もいなくていい。最悪強チェリー。いきます。いるんだよな。ただまあチャンスはあるんやけど。いやーなっせ。88枚。戻せ。一応戻しのチャンスの終了背景ではあるんよ。続かんよな。戻したらクソできんやけど。 20% 引いてるか。最後にゃー。いやしゃあねしゃあねや。減らしちゃうかもしれないですけど、チャレンジしますよ俺は。もちろんゴップだっていけるかもしれないしな。これ取ってたら君はリス。行ったってくれや。でかすぎ。みんな2連続70分の1って見たことある？やっちまいそうやな。ゴブリン大使だ。やっちまってもいいかもな。行こう、切り裂け。おら回せやな。さっき1900枚いってるよ今。おい、こんな大事な継続で 30% しかないんかい。行きましょう。まんまいけるかどうかやってやろう。こっからレアか熱々やからな。ホブゴブリンかかってこい。行きましょう。これを突破した時が気持ちいいよな。この台、ああやれるなって思える瞬間や。いったらまんまい。今めっちゃ惜しかったけどリプレイやもんな。そうね、さすがに厳しい。 30% 回るだ。あいやいや一応チャンスではあるんやけど、そりゃそうよ。いやあとちょいなんやけどな。今速攻当てればあとワンセット。残念。もう一声、もう一声、もう一声。私も行きます。まあよっぽどやとは思うけど、先に言っといていい？これがゴープやったら万枚確定です。レッツゴー。ナイスリップさん、ワンチャンス。3タイムリップ、惜しい。いやまあまあでも穴の煽りは入りますよこれ。最初からにもうこれ穴まで行った時点でもう持ってるんでね。何それ。これ何の分で行ってんの。あえあ行きましたわそのまんま。でかっ。これ強っちゃうか。
まあ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 、しかもここにあるからめっちゃ熱い。あと2ゲームはレアグイで当たるよ。いや、ここで当てたらまだいけるな、全然。おっ、うん、めー、目指す万枚いきましょう。行こう、いきます。ゴブリン退治ですね。まあ52パルプかわかんねえけど、やってやりましょう。いきます。回るよな、そりゃそう、これも当たり前だから。これが、いや、行ってまうか、行ってまうね。さあ、なんぼ 40% ぐらいか、通せたら。いや、ギリ届かんねえこの辺りからレアグイートのがいっちゃうまいんやけどね。最後大丈夫、コブゴブリンやぞ。怖かね、怖かね、ボコって終わりよ。スレイヤー、いいよ。熱い、熱いけど強制濃厚です、継続。気持ちいいです。まあ強制のおかげ感否めないですね、これ。さあ、そしてこれ何が美味しいって、次のゲーム報酬パート、強制に、強制にというか、まあレア、強制引けばマジ鉄板っすね。強制じゃないときついね。いきます、ワンチャンナビなし、熱すぎるやろ。いやー、これリプレイか、さすがにな、強制でやばいけど、リプレイね。オーケーめ、いやー、ナイス、継続でかいっす。いやー、まあいいや、十分十分ナイス。さあ行こう、ここ継続したら満額や。引いた、オッケー。さあ、ようけ貯めてもらおうか。ナイスナイス、いいよ。ワンダボトゥー、トゥーダボトゥー、ワンパック、トゥーパック、トゥーパック、フォー。 50% の確率で万枚突破です、これ。行きましょう、トス、ついに急まる。ゴブリンスレイヤーで万枚いけるかもしれへん。みんな最後まで見ててくれ。いきます、プチューンしたら万枚や。 50% って数字が一番難しいからな。でも行ってみせる、ゴブリンスレイヤーで急まる、ついに。ありがとうサンタさん、万枚でございます。ありがとうございます。満格、こんな気持ちいいことはねえや。さあ、連撃楽しもう。もう何回打ってるマジでこれ、ほんまにほんまによ。もう一個です、でボーナスですね。さあ、そしてこの瞬間をもって磯丸いったぞ、1万27枚待たせたな、長かったな、あんた 51% どすこい、オッケー、ロゴです。初や、5セット目終わり。うわ、来た。いや、マジでクソ集中、これ頑張れよ、最後のあがき。いや、今まで結構他の台ってまんま行ったらもうすぐ終わってたよね。バルブレイブもそうやし、カラクリの時もなんかまんま行った瞬間もうな、ふわーへにゃへにゃってなって、来いよロード、ボコったるわマジで。普通に行ったら多分継続はできへんと思うの、30パーなかなか難しいからね。ただ取ってんだったら80パーになってるんで、だったら俺は通すよ。行きましょう。今のも見えてる。ああっつったー、いけー、報酬パート頼む、マジで来い、アルティメット頼む。行ってもイエローまんまいからのアルティメット、どうなっちまうかもう俺にも分かんねえ。いけーくー、エクストラブーストラバ、こんなは。行くんだよな、磯丸は出してんだから、万枚もっと突き抜けていいぞ。2回目の波終わってないね、寒いところまでパチスロ打ちに行った甲斐あったね。ナイスクリスマス。セアロがいっあ、来た、当たりました、当たす。あー、すんごい、今日すごいよこれ。止まれ、でかすぎー。さあ、この時点で磯丸、スマスローまんまい最高確定5枚数更新でございます。いただき、一応ギリ間に合わんことはない。ああ、 12.5% で引っ掛けましたわ。はい、はい、
どこまでもタクシーなぁストックした。どこまでもタクシー嬉しすぎてストックしてもうたよ。 これ500枚かぶってんのやばない。すがにバーゲモン。え130ゲームあんだけど。100ゲームって出したことあるやついる世の中に。あえてでもこういうレバーオンの方が勝てたりするんよな。あもうこれガチでいけそうなんやけど。プリプリプリ、あと10発やな。9発か10発。まあでも逆に言ったらあと9回か10回しかロード倒されへんってことやからな。さあ5000枚、素晴らしい。うわいった、スペシャルムービー。そうやね、多分。うわーすげー、こんな感じなんや。やっ残り204枚。あーじゃあ床切れてなかった。いやどういうことなんやろな、ちょっとまあわかんないですけど。いやマジか。うわー Thank you for playing。 これは写真撮らせてくれ。うわしかもこの上の枚数と一緒になっつって。ああスイカも引いて、あ惜しい、いきます。結構ぬるっといっちゃったな俺。まあでも全然いいレバーをたたいた自信はあるよ。まああれ見れただけでも十分なんやけど。目指してよな、コンプリ目指そう。オッケー更新塗り替えてあった。いやーもうマックスまで、限界値まで行こう。これどんな感じで止まんねやろな。まあだいぶ頑張らなあかんけど。いやー先生また 0.4% 引いちゃうかもしんないです。そんな気がしてならない。ポイン、はいっす。うわーマジでこれまあもうめっちゃ出てるじゃないですか。マジで夢ないこと言っていいですか。兄さんに全部ぶっ込む。豪遊せいやって。急に追い込まれたぞ。あら終わるには早い。コンプリートいきます。大丈夫や、見せてみる気持ちに。ない、あーいや今のは止まっ、終わりっすか。押せるんだよ、なんで終わんだよ。行かしてくれ。まあ、唐突そうよな、行かれへんもんだよな、やっぱ簡単には。さあこれ時間があればさ、あと5000枚ぐらいやからさ、あ4000枚ぐらいか。まあ、狙うんすけどね、もうギリギリのやったんで。まだ一応これ引き戻しワンチャンあるかもしれないんで。いやーでも戻せば、まあ、全然ある程度戻ってくるんで。うなに、コップ引いてる、コップ引いてるやん。ちょっと待って これ万枚出してからフリーズヒーターサラマン思い出すわ。あー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 あああああこれでもあんた、これでもさ順調遅いのよちょっと。あー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 ああ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 あ、なんだそのおもれ当たり方は。いやこれジャッジメント中に来てほしかったなーって。一応8分の1ワンチャンス、ある程度言ったらマジ話早い。いきまーす。まあなーそうだよなー、1回目ですね、引き戻しは取ってなかったっすが、なんかすげえつながりました。あーあーあーああ、まあこれなんとかアルティメットまでつなげるか。けどその時間がねもうねえんだ。キャ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 、これでも伸ばすん4000枚まで行くのはだいぶ頑張れたんだけどね。よいしょー、怖い。いや来た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 、見してく。あーこれは厳しいか。いや待って、2回来た。第2停止まであるな。ポン、さあ50%勝負いきましょう。ロードもないっすね。
あべ。いやー怖い。行く行く行く、素晴らしい、ナイス。よう超えた。あと2戦、あと2戦超える、あと2戦超えればいいんだ。行きましょう。40パー通すよ。こう行きます。もっぱつ入れてみせる。アルティメット大丈夫や。40パーありゃいける。上等、そういうのを通してきた俺は。ノットホブゴブリン、ゴブリンスレイヤー強チェリー。やかん、やかんことない、あかんことない。強チェリー回るだ。あーもう、うん、強、あージャック、いやまだある。次のゲームレバーオンでレアグいけばいい。いや弱い。えリップ、わリップは強制リップやんなぁ。3000枚ぐらい足りないっす。いやいや、めちゃめちゃ出てんねんけど。いやーちょっと目標を掲げ、もっと引き強い敵じゃないといかれんのか。こんなにも引き強いのに今。いやーまあ時間さえあればね、あとこの3000枚のためにもうちょっと頑張るみたいなはあったんですけど、もうねこの一連の流れでいけやんかったらよね、さすがにそれはもういかなあかんよな。まあいい卒業式、もちろんコンプリートできた、それはもちろん最高やったけど、いやそうな、いやいや、ナイスファイ、ナイスファイ。行き切りたかったけどダメでしたね。ちょっと流します。はい、というわけでただいま実践の方終わりました。1万6000枚ちょいですね、回収しました、まあ、限られた時間の中でちょっとはみ出ましたけれども、いい結果を残せてめちゃくちゃ良かったなというふうに思います。そして、今まで散々打ってきて散々怒られたゴブリンで万枚突破、さらにコンプリートも狙えそうっていうところまでいけたので、もう大大大満足の最高の2023年クリスマスやったなというふうに思います。本当に今までありがとうございました。藤勝利さんありがとうございます。すごい楽しい台を作ってくれて、最初はねちょっとクリスマスっぽくしようみたいな感じでチキンライスの歌をね織り交ぜてやってたりしてたんですけど、やってる場合じゃないとおいう話になってしまって、まあでもめちゃめちゃおもろく実践できました。最高のクリスマスでした。ありがとうサンタさん。この動画良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。あとコンプリートいった人すごいです。コメント欄で自慢してください。ありがとうございます。ありがとうございました。で、この角のベンデッタが、ゴロ出てるみたいですね。SAO も全部フル稼働ですね、現状。で、鏡もうこれやめられてますけど、まあ、かなりいいグラフ。乙女とかも共同めっちゃ良さそうやな。まあ、推測は難しいとは思うけどね。バンゼロが強いですね。バンゼロがすごい出てるわ。ハバネにもね、結構六角出ましたという報告多いんですよね。多かったんで、でもめちゃめちゃありそうやな。RE2 ここの筋やばいな。ここの筋めちゃめちゃ強い。鬼もまあ良さそうやな。うん、鬼すごいね。カドね、グランベルブも撃たれてる。あとキズナ2この時間まで撃たれてる。で、アキダイがないのかな。すごいね。サバルブレイブ、おお、カドめっちゃええな。あと北斗も回数めっちゃついて、ちょ、空き台が2台ぐらいかな。ボンキーも空き台がほぼなし。旗手16とバジやな。バジもよう出るからな。バジハロとかも打たれてるし、まあ、4台消しとか 2V1 とかなんかな、この感じだとね。おもろいや、このエールが。これまでのエールがシリーズの DNA を配合してるって感じ。いいね。うわー、いきなり来たー曲ええよなー、エールが。外れないよなー。うわ、来た。マジか。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。じゃんけん。
本。